この部屋にはお前たち以外は存在しない。お前たちの定義とは、バトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノンのことを指す。な、ジェシカの部屋に話を戻す。ジェシカの死体発見時、ジェシカの部屋にいたのは、バトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノン、熊沢、南條のみだった。おっと、死体のジェシカももちろん含む。よって、ジェシカの部屋の件、そしてこの使用人室の件の両方について、そなたが認識していた以外の人間は存在しない。誰も隠れていない。さらに言おう。扉は鍵を使用せずに外から施錠する方法は存在しない。窓については、外からはいかなる方法でも施錠する方法は存在しない。ついでに言おう、そなたは無能だ。バカ野郎。それじゃ本当に密室じゃねえかよ。せっかく思いついたのに。お前が隠れていたんなら、すべて説明がついたのに。トリックを打ち破れたと思ったってのに。くそ。どうしたのだ、後ろ宮バトラー。魔女を否定する気で満々だったじゃない。そんなところで這いつくばって、悔しい涙を絞り出してどうしたんだい？ああ、それはとっても素敵な方法。わらわを笑い転げさせて、笑い涙の海で溺れ殺してやろうというのは確かに素敵。実はそうなんだろう？わらわを笑って笑って笑い殺してやろうって手なんだろ。後ろ宮バトラだからこそわらわがいる。さあ後ろ宮バトラ、ひざまずけ。そして永遠の忠誠を誓って、わらわの靴を舐めるがいい。わらわを認めれば全ての謎に決着がつく。わらわの力をもってすれば、どのような密室も生み出せ、そして打ち破れる。バトラー、力ある者に屈服する喜びに身を委ねたくはない。そなたはわらわの一番のお気に入りの家具にしてやるよ。そなたを愛して愛して灰になるまでわらわの玩具にしてやるよ。